今日は7月13日金曜日、今夕方の6時半ですね。これアボカドです。見てください、この目の大きさ。もう長さ何センチだろう、これもう7、8センチ以上はいってますね。で、先端に葉っぱみたいなものができてきてます。これはすごいな。いよいよこういうパキラのように幹ができてくるのがすごいですね。あとこの前に埋めた草花の種がちょっと、これ種なの？雑草じゃないと思うんだよな。これだけ出てきましたね。他はまああとあれですね、変わるんですけど、パキラ見てください。この新しい芽がまたどん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 葉っぱが増えてます。ここからですね、わーっと増えてます。このパキラもともとでも二股に分かれてるんで、もう一つの方もですね、これ陰に隠れちゃってますけど、また新しい芽ができてます。これ一回枯れてしまったこの、なんていうんですかね、花もですね、葉っぱがいっぱいできてきました。これだともしかすると赤い花がまた咲くかもしれない。咲いてほしいね。こんな感じですね。こっちの方に行くとひまわり、見てください、これこんな伸びちゃって、もうシャッターと同じぐらいですね。どん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 伸びてます。これはすごいな。幹も太くなって、まだでも上を見るとですね、まだ花が咲きそうな感じはないですね。こっちもまだ伸びるってことだろうな。伸びてそれで花が咲いていくんでしょうね。花が咲くのはいつぐらいなんだろう。今日7月13日ですが、7月末とか8月ぐらいなのかな。早く見たいですね、このでかいひまわりの花を。楽しみです。これは裏の桜なんですけども、完全に葉っぱが落ちてしまいました。枯れてしまいました。この緑はこれ雑草ですから、これ関係ないですね。これたくさんあった葉っぱですね、全部枯れてこんなになってしまいました。これはもうダメなのかな、ね、こっちにはひまわりもどきが、私がひまわりかと思って毎日水をやってたおかげでちゃんと花が咲きました。おばあちゃんの記念の木なんですけど、こんなに大きくなって枝がすごいな。